はい、映ってますかね。はい、高橋丈太郎でございます。ピーちゃんです。ですね、まあ、長いことですね、まあ、このこの件に関しては3年は行ってないと思うんですけども、まあ、3年以上ですね、やってきてですね、まあ、3億円事件ですね。3億円事件。これもあれだってね、私ずっと思っててですね、まあ、情報が出てこないですしね、いろいろですね、ただまあ、浅間山荘はね、浅間山荘ページ作ってあるんで、あと真理教のやつですよね。それもページ作ってずっと前にですね、作ってあるからですね。まあ、浅間山荘がですね、あれなんで、もうページ作ってあるんでね、それはもう、なんですかね。今は記事はどうかの記事もちょっと探してみますけどね。まあ動画は消えちゃったんですけどね、消えちゃったんですけども、まあ、超次元ライブさんですね、アシュタールさんですね、いつもいつも、毎度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 、もう長いこと言ってきてるアシュタールさんがね、やってくださったのでですね、3億円事件ですね、なんだろう、これ、超次元ライブの、タイトルでわかると思うんですけどね、これですね、215ですね。215で出たんで、完全にね。これも、あれですよ。もう完全に、あれですよね。今ね、流行ってる、あれですよ。みんな知ってるですね。だから、浅間山荘なんですよ、まだね。浅間山荘の前の、大昔のやつは出てるんですけども、まあだからですね、この100年単位で計画っていうですね、100年単位で計画っていう図とかそういうのがですね、あれがこう、ツイッターでしょっちゅう出てくるんですよね。しょっちゅうね、もうしょっちゅう出てくるんですよ。で、もっといっぱいフォローすればね、もう私もう見切れないのでですね、もう疲れたんですよ。もう疲れ切ってですね、こういうことはあまり、あれなんですけども、とにかくでも動画さえ撮っとけばですね、まあね、今、一応ペナルティ1個になったんで、こちらはですね、メインチャンネルがね、もうちょっと、もう、危ないんでね、1月9日までですね、まあ、規約とかが変わらなければですね。規約とかね、もうどんどん変わるからですね。この390日とか言ってたのがね、150日とかね、こう伸びる可能性もあるんですよね。いくらでもだからもう予測不可能なんですよ。まあだからそうなったらそうなったでね、もう、本当に、まあこの、あれはですね、この地球をあれしてる人はですね、もう言わないですけどもね、焦ってるってことなんですよね。焦ってるんですよ。もう本当に焦ってますよ。ね、前々回、ヤフーニュースに電話番号とかね、ヤフーニュースに電話番号っていうのも、もう焦ってるってことなんですよ。ほっときゃいいのにね。そういうことをするとね、また、比例反比例じゃないですけど、政府の法則とかね、そういうのあるじゃないですか。反動が来るんですよ。ね。だから私、電話番号なしで、まあ、このインターネットそのもののね、あれもね、ずーっと喋ってきてますけどね。インターネットそのものですね。ただの電波ですよね。電波でないものもあると思うんですけども。まあ、だから、アシュタールさんはですね、まあ、テレパシーがですね、ちょっとこう、元に戻ればですね、まあ、こんなのいらないんですよ、と。
逆にですね、逆にこう脳にですね、まあスマホを埋め込むっていうかね そういうのも出てきますよね、ツイッターにね。よく出てくるんですね、これね。もう昔からね。なんとか、なんとかってね、言わないですけどもね。皆さんご存知のことですね、猫ちゃんとかワンちゃんとかね。いろいろあるじゃないですかね。あとね、アバターっていう映画ね、そういうのも、だからもう計画なんですよ。で、前回ですね、まあこの石が、あれで周波数で動く、飛ぶっていうか、浮くってことですね。だからもうピラミッドがですね、解明されたってことなんですよね、これね。証拠ですよね。で、これもですね、周波数で浮くっていうのもぼんやりとはね、なんかね、出てたんですよね。ぼんやりとはね。ぼんやりとは出てたんですよ。ただ完全にもう動画が出たんで、これが、あとね、中村幸三さんっていう方の動画であるんですよ。中村幸三さんっていうフラットアースのですね、有名な中村幸三さんの動画ね、に出てんですよ。あれはどうなんでしょうかね。あれはまた違うのかもしれないですけどね。あとはだからこの反重力装置じゃないけど、まあ宇宙戦艦ヤマトにもね、反物質って出てくるじゃないですかね。で、それも前対談とかでちょっとね、記録してあると思うんですけども、私のね、メインチャンネルの方にね、それは非表示にしてないんで、あの方も詳しかったですね。ただちょっと私はついていけなかったんで キリストとかね、そういうのはついていけなかったんで、まあでもアシュタールさんのね、あれをもう長いこと見ててね、神っていうのはいないっていうことでですね、宇宙人だっていうね、全部あれだっていうことで、刷り込みってことですよね。だからそれはですね、アシュタールさんね、超次元ライブかね、アシュタールレディオさん、あと文字のやつですね、それを全部ね、見ていただければね、もう誰でもわかることで、まあこの前回のですね、超能力が別に超能力でも何でもないということですね、超能力じゃないんですよ。だからその2000何番でしたっけ、それ前の動画で喋りましたけどね、その前、2079番ですね。で、まあ1番からね、やっぱ見ていただくとですね、最初の方が本当にね、超次元ライブもそうですけど、重要なんですよね。ということで、このボソボソ喋ってる動画で盛りだくさんですけれども、まあ分かる人には分かるとね。知識が全然ない方には何言ってんだっていうことだと思うんですけども。まあそれもいずれですね。まだまだ時間かかるけど。でも人の口に戸は立てられないのでですね。まあ私なんかもう誰に対しても遠慮しないですしね。ただ本当にですね、この優生思想とかですね、そういうのをね、本当に何ですかね、頭でわかんじゃなくてハートで分かってきたんでですね、人の個性とかですね、この間の安次郎さんとの対談でもね、個性っていうことですよね。能力の差じゃないんですよね、個性なんですよね。だからそういうことがですね、分かってですね、個性をですね、個性なんですよ。だから違うんですよ、人はね。だから何もかも違うのでですね ただあんまり違いすぎてると、これは、引き寄せの法則みたいなね、周波数ですよね。周波数とかね、いろんな、またね、波動ですね。波動ですよね。それが、噛み合わないからですね。だからは、いてもいないってことですね。いてもいないってことですよ。ということでですね、ちょっと数日間いろいろ迷ってたんですけれども、
迷うとですね、後悔するので、ちょっと実行したいことがね、何点かあって、今日ね、何個か実行しました。はい。本当ですね。とにかくですね、この世はお金っていうものに縛られちゃっててですね、これをですね、とにかく私はやっつけたいんですよね。だからテレポーテーションできちゃえばね、もう本当にね、もうひっくり返るんですよ。だからもうできる人出てくるってことですからね、これ、こんだけ出てきてればですね。アシュタールさん見てる人相当いますからね、もうね、もう見てる人の、本当、もう見てないとですね、アシュタールさん以上のものがね、出てくればっていうことでですね、これを私も何回も吹き込んでますけども、録音してますけれどもですね、まだ今んところ出てこないんですよね。で、今本もね、ちょっとずつね、ちょっと楽しみながら読んでるんですよね。それでまあ、大体のことはね、もう分かっちゃってるのでね、そうかっていう感じでですね、特に新しいことっていうかですね、今のところはね、まだ本もね、まだ全部はあれしてないからですね、本もちょっとね、あれで、願いが叶ったのでですね、本も全部ね、すべて購入しますけどね。まあ、場合によっては何セットも購入するかもしれないですしね。わかんないですけどね。だから、そういうことですよ。だから、テレポーテーションできるんですよね。結論はですね、サイコキネシスも別に当たり前のことなんですよ。ということでね、それがまあ次々ね、証明されてってるっていう感じで、また、今日またね、時間がありますよね。今日中にもまた何か出てくるでしょうしね、毎日もうツイッターすごいですからね。はい、ではこのぐらい、録音させていただきました。はい、3億円事件、このページを作りますね。あと、浅間山荘ですね。あと、真理教ですね。それが、大きな、もっといっぱいね、細かくはね、いっぱいありますんで、私もこう、長い間ね、やってきてですね、そのページだけはちょっと消せないのでですね、他に写すのもあれですけどね、YouTube とね、やっぱりリンクしちゃってるのでですね、でも、消さなくていいですね。消さないでですね。消さないで。ちょっと消しましたけどね。ちょっとずつ消してんですけどね。でも、事実だからですね。事実だから、真実だからですね。事実であり、真実なんですよね。はい、すいません。だらだらとですね。はい。だから、超能力があるっていうことが、この結論さえ分かればですね。超能力じゃないんですよと。はい。そう思っていれば必ず出てくるのでですね。出てくるんですよ。これは絶対。だから、ね。お金を欲しいって思ってると、入ってこないけど、あるって思ってれば入ってくるわけですよね。これはね、もういろんなお方が言ってますよね。だから、超能力が、あるっていう、ね。私ももう、これね、だから、幻魔大戦読んでからですからね。中学生ぐらいからもう思ってるんですよね。でも出てこないじゃないかと。でも、表面上は出てきてなくても、何かしらは働いてるわけですよ。だから私、このね、あの騒動がね、始まる前からね、おかしいおかしいって思ってたりですね。やっぱ働いてるんですよ。ね。何かしらですね。そう思いますね。伊比雄一郎さんとかも言ってますね。五感、六感、直感、そういったことですよね。くらいでいかがでしょうか。はい。どうもすいません。はい。失礼します。